天神様の言う通り。お願いします。おい、うおあ、ビビってる、ビビってる、ビビってる。今宵は東方村のトホッピがゆるキャラグランプリ優勝を目指し大奮闘。あのスーパースターともご対面。目指せゆるキャラグランプリ優勝、トホッピパワーアップ大作戦第2弾だ。こんにちは、トホッピです。あとはゆるキャラグランプリに出ますのでよろしくお願いします。東方村のキャラクターです。天神を人力車でカッポしているのは東方村の公認キャラクタートホッピ。トホッピとは福岡県中南部に位置する東方村のご当地キャラ。村自慢の棚田、小石原焼き、ホタルをイメージしている。マークが原案からデザインし見事村の公認キャラとなった。去年7月に起きた豪雨災害から未だ復興半ばの東方村。災害から1年、元気な東方村をアピールしたいとゆるキャラグランプリに挑戦することになったのだ。すると天神アクターに東方村村長からこんなメッセージが届いた。天神アクターの皆さんにトホッピーの知名度をアップしていただきたい。知名度とともにトホッピーの新たな魅力を開発していただきたい。トホッピーの知名度アップと新たな魅力の開発というミッションを託された天神アクター。前回は若い女子がファンサが集まるプリントシールコーナーなどを巡り存在を猛アピール。そして今回向かうのは、もう天神やったからここらもやらないと。ああ、そりゃそうですね。俺らの地元だからね。ここらにもしっかりと広めたいですけど、うん、どうやって行くんですか。今新幹線で行く。乗らんでしょ。任せとけって。どうするんですか。出た。出たよ、すげえやつ。あー、もうどうや、もう。いや、そうほら、任せてって。これこのシステムすごいっすよね。でしょ。ああ、小さくなったトホッピと一緒に新幹線で北九州小倉へ移動。博多からは20分で到着。マークが再びうわーっと叫んでトホッピは元の姿に。トホッピって言います。トホッピって言います。ハイタッチしてハイタッチ、イエーイ。トホッピよろしくね。トホッピ、トホッピです。あのゆるキャラグランプリに出ますので、トホッピです。あのゆるキャラグランプリに出るんでよかったら投票してください。はい。投票を呼びかけるチラシと特製シールを配り、トホッピをアピール。年齢問わずトホッピの可愛さにみんなメロメロだ。ほら、ほっこりしますね。全然離れないですね。すごい。めっちゃ人気もいいよ。人気は？お前魚町の商店街も練り歩き、ゆるキャラグランプリへの投票をアピールしまくる一行。すると何やらパーティーピーポーを発見。結婚式の二次会中だったが、なんと中に入っていいとのお許しが。すいません、こんにちは。こんにちは。僕たち、あの福岡を拠点に活動している天神アクターっていうグループで12人組、知ってます？知ってます。結婚もされた。おめでとうございます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 。あの僕があのデザインしたキャラクター、トホッピーというキャラクター、はい、あので今年の8月にあのゆるキャラグランプリにエントリーしようという気持ちで今知名度よかったな。
あの応援してください。トホッピーも天神アクターもよろしくお願いします。新郎新婦の幸せを少しお裾分けしてもらい、 PR 作戦は終了。お幸せに。まさかの展開、すげえ。これは予想外です。僕ら来てよかった。あったかいね、やっぱり、ね、よかったね、トッピー。これでパワーもらったね。